ある著名な冒険家は言った。生まれつき特別な人間などいない。特別か否かは何をしたかで決まると。私は旅立つ決心をした。冒険を求めて。でも冒険は向こうからやってきた。全ての希望が失われて、命は輝く。そして人は何かを見つける。己を突き動かす何かを。力の源となる何か。
の。何があったの。装置みたいだけど。